皆さん、こんにちは。スイッチサイエンスチャンネルです。こんにちは。こんにちは。なんか久しぶりの3人ですね。で、やったことあるかどうかわかんないけど。僕がいつもだってカメラ側にいるんですよ。そう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 。そうなのよ。だから、なんかあったら、とりあえず安井さんにちょっと教えてみたいなことをするっていう。だから3人ではよく撮るけど、出るのは初めてかもね、3人で出るの。習わないですね。今日は何の話をするのかというと、スイッチサイエンスで今年よく売れた製品というのを集計しまして、それを元にしたセールのお話です。なるほど。毎年年末恒例のやつですね。そうですね。年末セールのお話を今回していきたいと思います。なんか去年もそうでしたけど、年末今年売れた製品ベスト100みたいなのを出すじゃないですか。そうなんですよ。今年も去年と同じく、ファブクロスさんに取材をいただきまして、まあ、きっとあと安井が取材を受けて、その記事が公開されていると思うんですけれども、それに連動したセール企画となっております。で、セール期間がですね、12月の15日、何曜日ですかね、火曜日？火曜日。火曜日ですね。12月15日火曜日の深夜0時から12月24日木曜日の23時59分ギリギリまで。割と長いっす。そうですね。1週間と2日とか3日とかありますね。なのいいで、じゃない、いいじゃない。悩みながら選んでいただければなと思います。で、これの一覧みたいなのは、ちょっとまだ暫定版なんですけど、今撮ってる時はね、暫そう定です版ね。だけど、これ出る時にはもうちゃんとしたのが出そうでてす、る。この前、独身の日セールでやったみたいな感じで、スプレッドシートで公開しようかなと思ってます。それがいいと思う。どはれい。ぐらい安くなるんですか？一番割引率が低いので3%から、高いので25%ですね。25%。は割い。と安くなるな。ですね。まあ、25%一商品だけなんですけど、まあ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 、まあ。大体10%、15%ぐらいで、まとまってくるのかなという感じですね。なるほど。おすすめないんですか？おすすめは。例えば、安井さん、おすすめないんですか？まあ、買っといて損はないかなって思うのは M5 サックですね。そどうれ、しこのよう。前のセールも被りますよね。独身の日セールでも M5 ストック安かったんで。そうなんですよね。でも、なんでしょうね。これを機に行って、単価高い商品とかですかね。これを機に買ってみるとか、年末セールはこれを機に買ってみるみたいなのをやってみたらいいかもね、確かに。なんか、独身の日より割引率が大きい商品も結構あるわけじゃないですか。だって、独身の日は11%オフだから。ってことですよ確かね。に、そうですね。まあ、そうね。いう意味ではですね、今いいなと思ったのが、ちょっと金額高くて割引率高いのをパッと見つけたんですけど、シードさんのグローブ、ラズベリーパイ用 IoT スターターキットなんか結構お得に買えるのかなと。なる単ほ価ど。2万超えるんですけど、15%オフですね。それはいいね。かなり安くなるんじゃない？機械的に割引率出したんで、自分も全然把握してなかったんですけど、これお得です。あとは、ちょっと毎年話題に少しずつ出てくる超指向性超音波スピーカー機。これも2万ぐらいするんですけど、10%オフ。おお、めっちゃ安くなるね。まあ、コロナの時勢でもないんですけど、フリーアー社の非接触温度センサー、レプトンの開発キットが、これも10%オフですね。おお、これ3万8000円もするんだ。高級品だね、高級品。でも10%オフなんで、これは良さそう。私はね、パーッと眺めていて、リュマンが入ってるのが意外だなと思ったんですよね。なんそうでかすね。割と売れてるっていうのは分かる。あと単価も高いし。なんだけど、なんか SSX も割引対象なんだなっていうのにちょっとびっくりしただけなんだけど。まあ、SSX とはいえ結構長く売ってるものですし、まあ、今回、まあ、おかげさまで売り上げのトップ100に入りましたということで、まあ、本当にわずかなんですけど、お値引きさせていただければなと思っております。エルゴと通常のやつですね。両方とも100位以内に入ってたので。なんかこれこそこれを機にって感じ。なかなか買わなそうだから思い切りが必要じゃん。 なんかこっから沼にはまったら大変でしょう。だって そうですね。今、在宅ワークの人が増えてて、キーボード気にされる方もいるのかなって思うと、セパレート型のキーボードで、まあ、配列も配置もね、自分でいじれるものなんで、自分へのご褒美じゃないですけども、はい。いいじゃん、まいいじだゃん。めちゃくちゃいいと続きそうで思う。すからね、この状態が。これを機にの筆頭だと思った。M5 じゃないですけど、まあ、いくつ持ってても、とりあえず持っといて困らないようなもの。それこそ FTDI USB シリアル変換アダプターとかそうだと思うんですけど、まあ、結構割引率もこれ高いんで、推しかなというところですね。これ何個持っててもいいやつなんだ。まあ、何個持っててもいいというか、とりあえず持っといて損はなさそうですよね。なるほどね。今年といえば、大体ラズベリーパイ4で始まったなって思ってて、ラズベリー4まだ買ってない人いるんじゃないかな、結構って思ってて、とりあえずラズパイ4始めようかなって思う、だったら2ギガとかが5000円切ってるのかな？あ、これは税別でか。そろそろ
買ってなかった人にはおすすめかなと。4がやっぱおすすめなの。うん、だいぶ変わりましたね。今年順調にその新しい方こう皆さん移ったので。そういうことか。ただ周辺のその例えば電源だとか、あとは HDMI のコネクタが変わってるので、今まで使ってる人はいろいろ買い替えなきゃいけないんで、そこでちょっと障壁となる部分はあるんですけど、まあ、今後これが多分標準になっていくので、これを機にっていう感じですね。なるほどね。なんかラズパイさ、400も、まあ、年明けいつになるか分かんないけど、割とこう波が来てない？ラズパイ。ずーっと波来てるよね、ラズパイは。勢いありますよね。ねえ、ずーっと勢いがあってすごいと思う。まあ、私的にはラズパイはですね、マイクロビットと組み合わせても使えるから、非常におすすめですよ、私は。でもラズパイって GPIO でなんかやってる人が多いのかな、やっぱ。みんなどうやって遊んでるんだろうっていうのすごい気になりつつ、なんか記事とか見ると割と GPIO からなんかピロンと出していろいろやってるみたいな記事も見かけるけど、その人の属性によって変わりそうですよね。こう電子工作やられる方とかだとそうだと思うんですけど、ウェブエンジニアの人とかだとそんなにこう GPIO を使ったりしないで Linux パソコンとして使うのかなとか。確かに。うちもあるよ。うちね、湿度とか温度とかを全部取ってんの。空気清浄機もつながるし、インターネットに、うん、湿度とか温度とかも全部つながって、それを集約してラズパイゼロに、そこでグラフ化して冷蔵庫に貼ってあるタブレットでそれを表示してる。え、それは GPIO を使ってるんですね。使ってない。全部なんかセンサーみたいなのが個別で各部屋にあって、でそこからデータが一回ラズパイに集まってみたいな感じ。なんかね、急にスイッチサイエンスの箱が届いたのよ、私としては。何買ったんだろう私と思ってたら、夫で買ってたラズパイゼロ。でもラズパイゼロはね、一人一個しか買えないからさ、基本的には。うんうん、はい、動いてますよ、うち、我が家で、ラズパイゼロも。すぐそうそうそう、一人一個でしか買えないっていうので燃やしたんですけど、うん、ラズパイゼロも100位以内に入ってたんですけど、その一人一個しか買えないっていう性質上、今回はごめんなさい、除外させてもらいましたっていうのが、いくつか除外させてもらったものがあって、そもそも値引いて売れない製品がいくつかありまして、そういうのは除外させてもらいましたというのと、販売終了になっちゃったものですね。100位以内に入ってても、今年もう販売終了になっちゃったよっていうものは除外しました。あとは、代替品が入ってないです。それらを除いた結果ですね、ベスト100を元にしたセールなんですけど、なんと113位ぐらいまで入ってるっていう。なるほどね。まあ、ちょうど100商品になるように選びましたということですね。あれだよね、マイクロビットも新しくなって、多分ランキングには前のマイクロビットが入ってたと思うんだけど。あ、そうなんですよ。マイクロビットもそうですね。バージョン 1.5 の方はもう売られていないので、今回のセールからは削除ということで。そうですね。はい、私、スイッチエデュケーションの人としておすすめしたいのは、もうプログラミングフォローです、私は。フォローもこれを機に買うものだと思う。かわいいですよね、フォロー。かわいい、めっちゃかわいい。この前動いてるの見ましたけど。動いてる方がかわいいよね。これを機にフォローもぜひぜひ手に取っていただきたい。私はね、またね、筋電センサー今年も入ってんだなと思って。去年ね、筋電センサーが入ってるのが意外だって話したんですよ、動画で。今年も入ってるって思って見たんだよね。筋電センサーって割とコンスタントに人気なんですね。多分あまり他にないんでしょうね。あ、気軽に買える、はい、もので、はい。なんじゃないか。あんまり本格的になるとほら医療用とかになっちゃうんじゃないですか、この手のって、うんうんうん、そうなっちゃうとなかなか売り買い難しいですけど、軽い実験用であれ。でもセンサーで言うと、あとは心拍センサーとか売れましたよ。一時血中酸素濃度を測るっていうのがトレンドに上がったじゃないですか、うん、それで血中酸素濃度も取れるそのチップを乗せたと心拍センサーとかが売れてきましたね。だから本当に血中酸素濃度が取れるかどうかさておき、スペック上取れるみたいなものを皆さん試されたようですね、どうやら。結果どうなったか分かんないですけども。じゃあトレンドだったのね、今年の。前から売れてはいるんですけど、ちょうど、うん、自分が見てる時にポンポン出てったんで、あれって思いましたね。皆さんご健康を気にされたのかもしれないですね、うん、確かに今年は世界的に健康テーマでしょ。みんな作ったんだろうな。これって売り切れごめんな感じですか？はい、売り切れごめんな感じです。特にこれに合わせてごめんなさい、商品を補充しているというわけではないので。っていうことはあれですね、1週間あるけどもうお目当てのものがある人は早めに、あ、はい、もう本当にやっといた方がいいってことです。早めに1回求めいただくのがいいんじゃないかなと思います。じゃあ明日からですね。そうですね、ちょうど24日までということで、25日に送り出すと週末遊べますので、ぜひぜひ。はい、今年はスイッチサイエンス29まで営業しているはずなので、はい、早めにお買い求めいただいてね、冬休みいっぱい遊んでもらった方がいいかなと
思います。ちょっと今回、なんか長くいっぱい休んでってね、言われてますよね。僕ら働くけど。そう、今回さ、なんかそう言われてんだよね。年末年始の休暇をさ、ずらすとかさ、ね、長くみたいなことやってると、今年うちは30から3日までがお休み。4からは普通に営業しています。はい、もちろん、前後にね、有給を取ってお休みする人もたくさんいると思うけど、お店としては4から動き始めます。それぐらいですかね、今日は。というわけで今日は年末セールのお知らせでした。皆さん15日から開催ですので楽しみにしていてください。はい、よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。さよなら。